こんにちは、永田まつりです。今回も私の動画をご覧いただきありがとうございます。米朝サミットで通訳を務めた韓国人がシンガポールで逮捕されるなど、世界中で韓国人が犯罪を犯していますが、元ネットフリック社員がインサイダー取引で逮捕されました。それではニュースを見ていきましょう。それではニュースの詳細です。ネットフリックス社員株式インサイダー取引で韓国オクリへ加入者増加情報を公式発表する前に入社し、株式取引インサイダー情報を株式取引に活用して数百万ドルの不当利得を得たネットフリックスの元社員らが懲役刑とともに罰金を言い渡された。米 NBC ニュースなどによると、ネットフリックスの元エンジニアチョン・ソンモは内部取引組織を作り主導した容疑で懲役2年罰金1万5000ドルを言い渡された。彼はネットフリックスの加入者増加に関する内部情報をもとに300万ドル以上の債権を手にした。彼は今年8月に証券詐欺容疑を認めた。判決当時は、私の行動は愚かで誤った不法行為だったとし、弁解の余地がなく多くの人々を失望させたと述べた。また別の共謀者チョン・ジュヌも懲役14ヶ月罰金1万ドルの判決を受けた。 G は2016年7月から2017年2月までネットフリックスのソフトウェアエンジニアとして勤務し、ネットフリックスの加入者増加に関する内部情報を利用、弟のチョン・ジュンモと共同でネットフリックス株を売買した。彼はネットフリックスから離れた後も別のネットフレックスエンジニアから内部情報を提供され続けた。一方、チョン氏とチョン氏がそれぞれ稼いだ49万5188ドルと158万2885ドルは全額没収される。刑を終えて出所した後は50時間の社会奉仕も実施しなければならない。これに先立ち、今年8月に米証券取引委員会 SEC は加入者数情報などを提供して株式取引に利用させたとして、シアトル連邦裁判所に告訴状を受け付けたことがある。それではネットの反応です。国際的な恥さらし、利益を全額没収するのはすごいね。米国が羨ましい。韓国もこうだったらいいな。私もタイトル見て驚いて入ってくる。韓国人なら韓国人だよ。韓国系の名前は何？アメリカ人。最後までご視聴いただきありがとうございました。コメントいただけるととても嬉しいです。皆様の応援で頑張れます。チャンネル登録高評価お願いいたします。また次回の動画も見てくださいね。